2000年中華民国総統選挙は2000年3月18日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。副総統も同時に選出する。台湾における史上2度目の直接総統選挙であり、台湾史上初めて選挙による政権交代が実現した選挙である。民主進歩党の陳水編、旅修練が39.3%の得票率で当選し、 自伝は、無所属の曹操湯、超秋尾で、得票率は三十六点八パーセントと僅差の選挙戦となった。長期にわたり、政権を担当してきた中国国民党は連戦、小津村がを擁立したが、得票率は二十三点一パーセントと、第三位となった。この選挙では、国民党に所属していた曹操湯が、李陶起総統と対立、同党を離党して、 無所属で、総統選挙に立候補し国民党支持者の票が2分されたことが民進党勝利の要因となった。国民党内部の対立原因は1998年に、李登輝総統が台湾省の巨匠化を実施し、初めての民選省庁であった、曹操を解任したことにある。その後、曹操は平成を装っていたが、連戦が、 中国国民党の公認候補に指名されたことで、国民党離党、無所属での出馬を表明した。総当選立候補には、有権者100万人の署名が必要であったが、総陣営は、この署名も集めている。民進党でも、内部分裂が発生し、元党主席の巨の武吉が出馬を表明し、陳水編と、党公認候補の地位を争った。 民進党党則では公職選挙への公認に制限が設けられ、1998年に台北市長選挙で再選を狙ったが落選した陳水編は公認候補の資格がなかった。しかし陳水編の支持率の高さから党則改定を行い、民進党の公認候補に陳水編が決定した。この経緯に不服であった巨信義は民進党を離党。 無所属で出馬した。選挙結果は接戦で、民進党候補が当選し、初めて政権の座を追われることになった、国民党では、党主席である、李登輝の責任を問う声が大きくなり、また外省人が中心に、国民党支持者が、中国国民党中央党部前で、李登輝総統の党主席辞任を求めるデモを行った。デモへの参加者は連戦支持者より、 ウソユ支持者が多かったと言われている。これにより、李登輝は、任期途中で、党主席を辞任し、連戦に前乗した。一方辞典となった、ウソユは選挙も新民党を結成した。当初連戦に反発し離党した、ウソユは対立関係にあったが、2001年に李登輝が国民党を折り通し、両陣営の対抗勢力として、 民進党の陳水編政権が認識されるに、伴い両党は接近し、今日の広試合が形成されることとなった。また離党起派の一部は台湾団結連盟を結成、民進党と共に広市緑と称されるようになった。総統候補は副総統候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする。総統任期は4年、連続再選は2回まで。 選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する中華民国国民。非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復、または帰化したもの大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、 非選挙人として登録できない。立候補にあたって政党からの推薦を得るか、複数の政党による推薦が必要である。無所属で立候補する場合は、直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。無所属、または、得票率5%未満の政党からの立候補者は、中央選挙委員会へ2000年1月16日までに届け出を提出した。 直近の立法院選挙の有権者の1.5%の署名が必要でに陣営を立候補者として受理された。ありがとうございます。